定期試験対策、新春、一問一答。この動画はテストに出やすい問題と答えをひたすら読み上げていく動画です。再生速度を調節しお使いください。なお、フルテロップですので、ミュートでもお使いいただけます。では、始めます。この話の作者。西かな子。僕たちは自分自身と話しているようなものだったとあるが、それはなぜか。 考え方や感じ方が同じで、いつも同意してもらえたから。国語の授業で小説を読んだ時の僕の感想を本文中の言葉を使って書きましょう。暗くて悲しい話だったけど、すごく好きだと思った。待ちきれなかったとあるが、その理由を説明しましょう。早く新タに読んだ小説を好きだと感じた理由を聞きたかったから。 頭をガツンと殴られたような気がしたとあるが、それまで僕がシンタの考えをどのように想像していたかわかる一文を探し最初の5文字を書き抜き、僕が好きな。僕は思わずシンタと一緒に頷いたとあるが、それはなぜか。シンタと違う意見だと言い出せなかったから。シンタと違う自分は嫌だったとあるが、それはなぜか。 からにつながる28文字で書き抜き。違うところがあれば、僕らはきっと一緒にいられなくなるから。シンタと話すときに迷うようになったとあるが、僕とシンタの会話はどのように変わったか。当たり前のことばかり話すようになった。シンタと話すときにどのようなことを迷うようになったのか。 自分の意見が、シンタと違っていないかということ。僕らは黙ってしまったとあるが、それはなぜか。好きなことや嫌いなことが違ったときにどうすればいいかわからず、お互いに気にして話さなくなってしまったから。僕は、新春コンビをどんなコンビだと思っているか、コンビに続く14文字で書き抜き。好きなものや、 嫌いなものが同じコンビ。そこから話をするしかなかったとあるが、それはなぜか。授業で読んだ小説が好きか嫌いかという違いが、シンタと気まずくなるきっかけだったから。傷つかないために、僕はどんなことを提案したか。考えの違いがあったら、どうして好きで、どうして嫌いかを話そうという提案。 シンタはまっすぐに僕を見た。僕もシンタをまっすぐに見た。とあるが、この時に僕が新たに気づいたことがわかる一文を探し、最初の5文字を書き抜き。そっくりだ。以上で問題終わります。最初の定期試験、頑張っていきましょう。